全国の日本酒ファンの皆さん、こんにちは、浜田です。今日ご紹介するのはこちら、ちゃんと、はい、千助純米吟醸山田錦室賀生原酒ですね。使用前は山田錦 60% 生薬ですね。アルコール数は16度、本当ザ兵庫っていう感じです。はい、色はこんな感じ、うっすら黄色い感じですね。香りがね、ほんと白桃のね、すごくね、豊かな香りです。まずね、すごい甘みがバーって広がって上品な感じですよね。で、次にね、旨味がふおーってこう舌を包むんですよね。それからあとちょっと炭酸感がピリピリって走って、あとさーってこう切れていきますね。すごく美味しい。千助純米吟醸山田錦室賀生原酒、これはうまいですね。はい、続きまして、こちらのお酒、はい、先ほど同じ千助の純米吟醸なんですけども、こちらの方はオリガラミプレミアム、別にね、折り絡みっていうお酒も出てるんですけど、こちらの方は折り増量で、結構折り折りしてます。色はこんな感じですね。まあ薄濁りっていう感じですよね。香りはね、やっぱ同じ系統ですね。まあ同じお酒なん でちょっと折りが絡んでる分だけミルキーな感じ。これね、本当ね、こうジューシーさとこうミルキーさがこう合わさった感じで、で後口ちょっとね、カルピスソーダみたいな感じがね、ちょっとふわっと残って、で、まあ、後さっぱりしてるんですよね。これと甘みはあるけど、こう後口さっぱり、これね、美味しいですわ。で炭酸感が結構強いんで、炭酸好きの人には本当に受けると思いますね、このお酒。はい、千助純米吟醸折り絡みプレミアム室賀生原酒ですね。はい、これもうまいです。